なんかほんまにもう今週終わるような感じなんで、今週でもう終わっちゃう。はい、よくわかる。センベロ企画を今日やってます。お疲れ様です。うわ、やば。うわ、もうこれラストの。はい、というわけで今日は満腹村にまた再び来ました、はい。前回韓国のハルハルさんというね、うん、お店に行ったんですけど、なんでも訳があって、訳があったのかな、なんかお店をたたむということで、もうなんか見納めというか行ってしまおうと、うん、もう何も連絡せずに突撃ですね。もうなんかほんまにもう今週終わるような感じなんで、今週というかもう終わっちゃう、連絡なしに行くんで、多分オーナーというかおかみは何も来ずに終わるというか、あ、はい。というわけで今日はこの満腹村の中にある、お店にまた再び行こうかなということで、どうしましょうかね。どういうプランで1000円で飲めるプランあるかと、ちょっとぶつけて、そう、一回聞いてみて、いけるかみたいな。ですよね。ちょっと、お邪魔します。うわー、なんかインパクトね。もう初めて来店、ご来店なるお客様、当店は7店舗は全店独立したお店です。お会計は各店でお済ませくださいと。どちらかに座られても、どこから、でも出前できますと、現金を支払いと。あ、まあなんかちょっといろいろとなんか張り物がいっぱい、なんですけどまあそれもまあ満腹村の良さというか味なんでしょうね。じゃあちょっとここに行こうかなと思います。いろいろありますね。あ、こんばんは。こんばんは。あ、お疲れ様です。前ベロベロになってごめんなさい。はい、よくわかる、はい。いや、もう全然もうなんかその自由な感じで、ちょっとセンベロ企画を今日やってまして、今日もうすでに飲んでますね。ですね。こんな時間で結構行ってますね。もう2人ともベロンベロン。あ、じゃあ僕もハイボールで。はい、いろいろあるんですけど、もうこれも見納めということで、ね、永久保存前ですよね。飲み、うわ、もうこれもうちの最後です。飲み、飲み、飲み、お疲れ様です。無理を言って宣言のやつしろと、そうね、今はなき、昔あったらしいけど、まあでも限られた中でやってくれるというわけで。お待たせしました。うわ、やば。うわ、はい、もうこれラストの、はい、ラストです。うわ、うわ、いやー、これ今欲しかったやつですよ、本当にもう。一番多分俺らが欲してるやつ。いただきましょうかね。なんかすごいこれ気になりますね。結構その3000円なんで。同い年です、僕多分。56年前なんですよ。誰が僕？マジですか？56年。39。あ、僕。キムチの。で、だって博多弁の方が。僕のこと言っ
と今やめてってやめないって言ってる。食べてって食べないよって言ってる。こっちやねん。それ食べないよ。どうぞ食べないよ。食べてっていうの食べないよ。さつまいも。ああ。都の城なの。美味しいこれ。ああはあはあはあ。さつま寄りなんで。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。電気毛布を買えた。電気毛布岡山でもこういうとこがあるっていうのがいいよね。うん、ちゃんと探せばあるな、うん、そういうのをねやっていこうか。ありがとうございます。また来ます。また来ます。また西口の方で、ま、はい、西口でまた会いましょう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、はい、それではまた、はい、じゃあまた、はい、あのちょっと映ってしまったんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、ほんまですか。じゃあまた、あのまた2年後に、はい、あ、またあの、あ、はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、また挨拶しに行きますんで。はい、すいません。はい、失礼します。いやーね、いい、楽しいでしょ。いや、あのね、食べ物も美味しいし、その人とのこのつながりっていうか、ええ、でしょ。良いでしょ。良市ですよ、まさに良い良市。良市はい、というわけで、もう何も言わなくても大丈夫です。もう全て見てもらったら分かるね。はい、というわけでありがとうございました。はい、ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。